ジャパンバーテンダースクールの校長の坪井です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は少し特別な動画を投稿いたします。ジャパンバーテンダースクールの授業というのはいろいろなこう方法をですね取り入れてるんですけれども、特にですね動画を結構取り入れながら授業を進めています。これにはまあ理由がありまして、複数講師がいるんですけれども、その講師の教え方をですね、統一するためにですね、まず私の方がこうカクテルを作ってるこう動画であったりとか、あとはまあ技術的なこう説明をですねしてる動画であったりとか、そういうのを生徒さんと担当講師が一緒に見てですね、それに沿ってですね、勉強していく、トレーニングしていくっていう風な、そんな方式をとっております。こういう方法を取ると言い忘れたとか、そういったこともねあまりこうないので、多くの動画を取り入れて授業してるんですけれども、今日はですねその授業で使っている動画をですね特別に、公開したいと思います。今日はグラスホッパーというカクテルのこう授業のですね動画を投稿します。このような動画はたまにですね YouTube の、 メンバーシップ概要欄に貼ってありますけれども、バーテンダー大学というふうに名前を付けてるんですが、そちらの方でですねたまにこのような動画を投稿していたりとかするので、ご興味ある方はぜひチェックしてみてください。それでは早速ですね授業で使っている動画グラスホッパー編をですねお楽しみください。どうぞ。グラスホッパーを作ります。グラスホッパーの解説をします。まずレシピからですね、こちらグリーンミントリキュール、次はホワイトカカオリキュール、生クリーム、
こちらを銅割りが一般的ですね。今日は20ミリ、20ミリ、20ミリで作りました。各リキュールメーカーごとにですね、味が違いますので、自分の好みのリキュールを探すというのもいいと思います。今日はこちらジェット27っていうね、グリーンミントリキュール、これが味の核になりますけれども、こちらを使いました。日本のバーではですね、グリーンミントリキュールはまあこれが一般的かなと思います。そしてホワイトカカオリキュールというんですけれども、こちらはですね、いろんなメーカーが出していますので、まあ、皆さんご自由に選んでいただいていいと思います。ホワイトカカオという名前なので、もちろんそのブラウンカカオというのもあるんですね。それはまあブラウンっていうぐらいですから茶色です。茶色を使う場合には、代表的なカクテルでアレキサンダーというカクテルがありますので、まあそういったものを使ってください。グラスホッパーというネーミングにはですね、日本語で言うとバタという意味がありますので、緑でないとおかしいですから、グラスホッパーを作るときはホワイトカカオリキュールで作ってください。次は生クリームですね。今日使った生クリームはこちらを使いました。ここによく数字が書いてあるんですけれども、47とか30とか、これは乳脂肪分の多さの数字になっています。47が一番出回ってるの中ではかなり高いので、ヘビークリームとかと言われてるんですけれども、まあ濃厚なクリームですね。こちらはお好みで30とか47とかを選んでいただいていいと思います。一般的には動物性の生クリームを使うことがほとんどです。材料を入れ終わった後にバースプーンで攪拌をして、ステアをしてから味を見て、通常はこのままバースプーンをこちらに戻すんですけれども、生クリームを使っている場合だと、どうしてもここがかなり汚れてしまっているので、これ入れた時に水が濁ってしまいますから、ですから味を見た後はですね、布で拭いてから戻すように、これも一つのポイントです。そしてシェイクの回数なんですけれども、イメージしていただいてわかるかもしれませんが、まあ、かなり甘くてですね、混ざりにくい材料を使っています。通常ショートカクテルのシェイクの回数っていうと、まあ、25回からまあ30回程度っていうのが一般的だと思うんですけれども、それのまあ 1.5 倍からまあ2倍まで振る方も結構いらっしゃいますので、しっかりと攪拌するというのがこのグラスホッパーを作る時のコツですね。回数も少し多めに振るというのもコツです。そして注ぐ時なんですけれども、今日は普通にこのようにこう注ぎましたけれども、よくこういう茶こしを使ってですね、このようにグラスホッパーを注ぐ方がいらっしゃいます。こうすることでシェイクした時にこう出てくるですね、氷のまあ小さいかけらですね、表面がカクテルにこう入りませんので、舌触りがすごくこう滑らかなグラスホッパーが出来上がります。この部分のことをストレーナーと言いますし、この茶こしもまあストレーナーと言いますので、2回ストレインするということなので、ダブルストレインというふうな技法ですね。茶こしでこしながら注いでいく、これのことをダブルストレインと言います。グラスホッパーを作るときは生クリーム系ですから、シェイク時に出てくるこう氷の表面ですね、こちらがまあ邪魔だというふうに考えるバーテンダーの方も結構いらっしゃいますので、まあ、好みでダブルストレインで注いでいくというのもいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。このような形で、動画を取り入れながらですね、授業を進めているというのが、私どもの日常になっております。今後もいろいろな動画を取り入れていきますので、お楽しみください。本日もご視聴ありがとうございました。